り、情報を整理したり、そういうことをしていきます。私たちは探究マップというものを各段階に来ました。いろいろとこれまで資料を集めてきました。マインドマップだけだと言葉だけなので、いろいろ深くわからないこともあったんですが、探究マップを書くことによってもうちょっとより深く内容ができたので、論文でもう少し充実したものが書けるかなと思います。やはりマインドマップで書いたときは単語単語だったんですけど、ここで文章にすることによって、今までそのつながりとかが分からなかったんですけど、文章にしたらこの全ての根拠がつながっているなっていうことが改めて分かったと思います。ここにグラフとかイラストを入れますから、ここにはイラスト入れるんだよっていうふうに、左のようにイラストって書いてだけでいいから、後でこれを埋めればいいです。だからこんな空欄があるって気にしないでください。では自分の作業に入ります。僕は今年の学びの技は、地名は残していくべきか改めていくべきかというテーマで研究をしました。日本には小さいものまで含めると1000万から2000万の地名があると言われていて、それぞれに歴史としたしっかりとした由来があると言われています。さて、地名を残していくべきかという点で、一つ目の根拠です。地名には、はい、地名を残しておくべきかで、はい、ここで結論を言ってください。で、結論に対しての根拠は、根拠をこれからって言った方が、はい、そういうふうに言ってください。わかりました。じゃあこれから、地名を残していくべきであるというテーマ、結論について、根拠を述べていきます。